こんにちは、パタヤチャンネルです。今回はパタヤでは貴重なガチで美味しいカオソイの名店が誕生しましたのでご紹介しようと思います。今回は視聴者特典もゲットしましたので、ぜひ最後までご覧ください。場所はドローカルのエリアになるんですが、パタヤ市内から歩いていくことも可能な距離になってます。サードロードを挟んだエキサイトスクエアの真正面18タップ1を奥に進んだところになります。エキサイトスクエアからだいたい5、6分歩いて到着しましたのが、こちらの建物の1階にあるお店です。 J インパッパデックというお店になりまして、なんと朝の4時から夜の8時まで営業してます。詳しい場所は動画説明欄をご覧ください。カオソイが美味しいお店になるんですが、お店では伊三料理も格安で食べることができますので、そちらは後ほどご紹介したいと思います。カオソイも2種類ありまして、こちらが皆さんよくご存知の通常のクリーミーなカオソイになります。そしてもう1種類がカオソイ編といいまして、チェンライスタイルのカオソイになります。今回はせっかくですので両方いただくことにしました。まずは普通のカオソイからいただこうと思うんですが、調理風景も撮影させてもらいました。カレーのスープを温めながら麺も茹でていきます。そしてカオソイの特徴としましては、柔らかい麺と上にカリカリの麺が乗ってるんですが、なんとこちらのお店、市販のカリカリの麺を乗っけるわけではなくて、生麺をその場で揚げてカリカリにしてから乗っけるということでした。ということで完成しました定番のカオソイがこちらになります。ちなみにお水は1本10バーツになります。ということで早速いただこうと思うんですが、こちらの定番のカオソイは1人前85バーツになります。お皿も大きいですし量も多そうです。そして定番の付け合わせ、紫玉ねぎ、ザーサイ、マナオ、量も結構多かったです。そして一番肝心のスープなんですが、めちゃくちゃ濃厚でした。すごいクリーミーなスープなんですが、ちゃんとピリッとする辛さもあって、僕のめちゃくちゃ好きなカオソイに仕上がってました。麺はカオソイ定番の平打ち麺になります。そしてめちゃくちゃ美味しかったのが、この揚げたてのカリカリの麺になります。たまたま今回だけ揚げたてなのかなと思ったんですが、毎回揚げたてを乗せるそうです。そして真ん中にドラムスティックのチキンが丸ごと1個入ってまして、箸で簡単にほぐれるぐらい煮込まれてました。そしてカオソイを食べるとスープがあんまり熱くないところが結構多いんですが、ここはちゃんと沸騰するぐらいの熱さで作ってくれますので、最初の方は結構熱々でいただけます。カオソイはいろんな食べ方ができるんですが、玉ねぎやザーサイ、マナオを絞っていただいたり、味変しながら食べるのもおすすめです。さらに辛いのが好きな方は、テーブルに置いてあるこちらのソースかけるとピリ辛で、さらにタイらしい味になります。逆に辛いのが全くダメで、もっとクリーミーなのが食べたいという方は、追いココナッツミルクが10バーツでできちゃいます。僕自身は最初の味で全然満足だったんですけれども、少し入れるだけで結構味が変わりましたので、これはなかなか面白いなと思いました。当然主役のチキンも美味しかったんですが、麺とスープがめちゃくちゃ美味しかったので、脇役に感じちゃいました。ということでスープも全部飲み干して完食しました。スープがかなり濃厚でしたので、10バーツでライスを注文して追い飯にするのもありだなと思いました。続きまして、カオソイチェンライスープなしバージョンも注文しました。こちらも先ほど同様85バーツになります。汁なしですので、下の方に濃厚なスープが少しあるんですが、混ぜそばのような感じかなと思います。チェンライは友達も多いですし、何回か行ったことあるんですけども、このチェンライスタイルのカオソイ食べるの初めてです。
ココナッツミルクがあまり入ってないということで、もっと辛いのかなと思ったんですが、意外とまろやかな味でイメージと違ってました。これはこれでありだなと思います。そしてこちらのカオソーイ、チキン以外にビーフとシーフードがあるんですが、チキンが85バーツ、ビーフが110バーツ、シーフードですと130バーツになります。ただ正直言いまして、メインの具材よりも麺とスープがめちゃくちゃ美味しいので、具材は一番安いチキンで十分なんじゃないかなと思います。そしてこちらの汁なしカオソーイもせっかくなので、追いココナッツミルクやってみました。この味変もなかなか良かったです。ということで今回は2種類のカオソーイをいただいたんですが、絶対聞かれるであろう質問が、どっちが美味しかったですかというものなんですが、両方とも本当に美味しかったです。ただあえて自分の好みを言いますと、最初の一般的なカオソーイの方が好きかなとは思うんですが、まだ今まで一度もチェンライスタイルの汁なしカオソーイ食べたことない方は、ぜひ一度食べしてもらいたいなと思います。そして視聴者特典なんですが、今回パテヤチャンネルを見たとお伝えいただきますと、カオソーイ大盛りに変更分20バーツが無料になります。ただお一人様1回限り初回限定とさせていただきます。今年の年末までご利用いただけますので、ぜひ特典ご利用いただければと思います。そして最初にもちらっとご紹介させていただいたんですが、こちらのお店イサン料理も美味しくてめちゃくちゃ安いんです。そして嬉しいことに日本語のメニューもあります。なのでカオソーイを撮影させてもらった翌日に友達と2人でプライベートで食べに行ってきましたので、その様子簡単にご紹介していこうと思います。今回はビールを飲みながらこちらの5種類のイサン料理注文しました。まずはこちらチャンビールを注文したんですが、こちら1本大瓶が100バーツになります。ウイスキー等は置いてないということでした。こちら持ち込み料100バーツ払いますと持ち込めるんですが、氷代込みということですので、ほぼ無料みたいな感じで持ち込めます。まず注文したのがヌアヤーン90バーツになります。牛肉をイサン風に味付けして焼いたものになります。今回は注文しなかったんですが、僕の大好きなコームヤーンもちゃんと置いてます。ビールのつまみにはこれ最高です。そしてイサン料理の定番といえばこちらのソムタムタイ70バーツになります。今回は唐辛子3つで作ってもらったんですが、辛いの苦手な方は唐辛子の数減らして注文すると美味しく食べれると思います。続いてこちらが僕が一番気に入った料理になります。ヤムフームーというもので、豚の耳のタイ風のピリ辛サラダになります。結構苦手な方も多い豚の耳なんですが、このコリコリ感が僕はめちゃくちゃ大好きで、ヤムと合わさった味もかなり美味しいので、ぜひトライしてもらいたいです。続いてトムセープヌア90バーツになります。牛肉のイサン風スープになるんですが、結構激辛のお店が多いんですが、ここのは程よい辛さですごく食べやすかったです。牛肉がめちゃくちゃ柔らかくなるまで煮込まれてました。そしてこちらもイサン料理の定番の豚のラープ80バーツになります。無料で生野菜もついてきました。続いても僕の大好きな料理クンチェナンプラー、生エビのナンプラーソースがけ150バーツになります。もうすでにしっかりと味がついている状態なんですが、タレも一緒に出てきました。僕はこのタレ使わなくても全然美味しかったです。150バーツということで、今回注文したものの中では一番高かったんですが、大きなエビが8尾も入ってましたのでお得かなと思います。もしかしたら普段よりも辛さ抑えめで作ってくれたかもしれないんですが、ドローカルエリアのイサン料理屋にしてはすごく食べやすい辛さでした。そして結構もうお腹いっぱいだったんですが、サービスでスワガイという料理を出してくれました。これもイサン料理ということなんですが、今まで食べたことがない料理になります。ということで全5品プラス1品サービスしてもらいまして、2人でお腹いっぱい食べて、さらにビール3本飲んで900バーツと、
というお値段でした。やはりローカルエリアの伊三料理はめちゃくちゃ安くてお得だと思います。以上、今回は美味しいカオソーイと激安伊三料理両方が食べられるお店をご紹介させていただきました。次回日曜日の動画は中部国際空港セントレアですごいラウンジを行きまくってきましたので、その様子お届けしたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。現在メンバーシップも募集中ですので、ぜひ登録よろしくお願いします。